生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日は都内某所に来ております。あら、ちょっと気合が入ってございますね。赤色の服でリップクリームもちょっと赤めにして、誰を誘惑しようと来たのか知らないけど、ロシアの女は外出するときには誘惑モードで行きますのでね。いや、今日はね、映画の試写会に配りました。試写会ってめっちゃ楽しいね。ね、ウキウキだよ、マジで。なんなんその感想。ワクワク、まあ、ワクワクやけど、でも一体ね、このピロシキーズの YouTube チャンネルにどんな映画が依頼してきたんやろうっていう、大丈夫なんかなっていう心配はちょっとある。ちょっとそう、だからピロシキーズだからね、やっぱりとかね、可能性なんか一瞬もあるんだよね。なんか何、そんなでっかいスクリーンで偉いやつを見る、あまりにもすごいやつは反応しかねるよ、こっちも。こっちも壊っちゃう。そう、でもなんかすごい結構有名な映画っていうふうには聞いてる。ちゃんとした金もかかってるっていうのは聞いた。あ、ちゃんとしてるっていうのは言われてるんや。そうそう、マネージャーが言ってた、安心しなって、その依頼はちゃんと受けても大丈夫だからって。あ、なるほどね。そうそうそう、じゃあちょっと安心したわ。もうでも早速ね、もうね、準備できてるらしいから、うん、楽しみ。じゃあ行ってきます。おお、めっちゃ広くない？すごい、こんな映画館じゃん。え、二人だけやん、これ。今回見させていただいたのはハチとパルマの物語。日本とロシアの合作映画。空港に置き去りにされているのパルマは2年もの間飼い主の帰りを待ち続けます。そこで出会ったのは母を失いパイロットの父に預けられた少年コーリャ。空港を舞台に絆を深める2人、彼らに待ち受けている感動のエンディングとは。見れます。興奮。2021年5月28日公開。見てね。ハチとパルマの物語。あんた濡れてるやんか。いや、あんたの方が濡れてるやんか。私もやばかった。とりあえずエロい映画ではなかったね。全然違うよ。もう意味がわかったわ、うん、ピロシキーズが呼ばれた意味が。いろいろ思い出したね。うん、自分はなんか今その実家とかにさ、ワンちゃんを飼ってんのね、うん、あの黒田っていう名前なんだけど。黒田。黒田。そうで、そのワンコはあの殺処分される1日前に引き取った子で、うん、そうそう、ワンちゃんをこうなんか見に行った時に、そう、何匹かの中の中の1匹を取らなければいけなくて、その子がすごいまだ小さくて殺されるんだみたいな感じじゃん、やっぱり次の日とかってなればっていうので、まあ、その子を引き取って、で今こう大きくなって家で飼ってるんだけど、そうやって考えると、いやもうなんかね、やっぱ殺処分受けるワンちゃんもいるから、この世の中に。それをやっぱちょっと考えて、そうだからなんか犬にも自分の心があるし、うん、感情があるから、うん、人にもちゃんとしてほしいっていうか、うん、犬を飼うっていうのはなんか重大な責任であって、なんか大切にしてもらいたいな、自分の飼っているペットとかって思った。なんかそれですごい悲しくなっちゃった。この映画結構ねお金かかってるわ。あのね、飛行機好きなのよ。でソ連時代のロシアの中の飛行機って言ったら、イリューシンかツポレフかみたいなところが、となんかそのイリューシンのね昔の飛行機がもう出てていっぱい、飛行機マニアとしてはすごいね、ちょっともうめっちゃそればっかり見てた。いや、どんな飛行機飛んでるかなみたいな。そうで、空港の感じとか、なんかそのソ連時代のなんか空港のババアとか。いや、リアルだったね。すごいリアルだったよね。ほんまに、あの、あ、
こんな感じですみたいな。そうなんだよ。だからまあ犬のねこの話にももちろんすごく俺は感動したけども、なんかこうロシアの生活、昔の生活が垣間見えるっていうところと、あとロシアの人ってみんなねこうなんか冷たいとか言われがちやんか、うんうんうん、でも日本にも八甲の話があって、うん、でまあパルマの話がロシアにもあって、同じようなところで同じように感動するんやなっていう、なんかこう共通点というか、なんか日本とロシアの本当共通点感じたね、そこで。パルマが可愛いこと、可愛いな、パルマがもう CG ね、あれ CG なんていうぐらいすごい、なんか演技が、演技、顔のさやばすぎ、表情がすごいよな。俺もああいうな、あのシェパードに育てられて子供の時。ちょっと待って、ま、それもうモーグリじゃんそれ。なんかシェパードに育てられてなんか買い物行く時とかもな、俺の何このベビーカーにシェパードくくりつけて邪魔るやろしや、なんか店の前とかに置いててもシェパードが全部ワンワンって言って人を追い払ってくれて面倒見てくれるっていう、守ってくれるやん。そう、飼いたくなるやん、めっちゃ。そんな親が大型犬飼いたいな、大型犬飼いたい、大型犬か男、男やめろいや、やめろよ。なんか人肌も恋しくなったわ、見て寂しさと、なんか何何俺はもう人の心を持ってるんやなって思った持ってる、アホかお前は。まあ、あとはさ、お父さんとコーリャ息子の男の子、親子関係、それがさ、まあ、自分はお母さんについてきて日本に来た側やったから、うん、新しくお父さんができるみたいな家庭環境はあったんだけど、一緒一緒。だからなんかこのなんか複雑なその家庭環境っていうのがちょっと重なるとこもあったなと思って、こう仲良くなんないといけない、一緒にいなかったお父さんとなんとか仲良くならなきゃいけないけど、仲良くなっちゃっていいのかみたいなもどかしさとともにこう戦いながらっていうのが、ね、結構共感するとこいっぱいあった。あった。自分もお父さんはまあロシアに残って、うん、でお父さんとちょっとその連絡取れてなかったし、うん、でなんか連絡取ろうとして一緒にコミュニケーション取りたいなと思った時になんかちょっと拒絶されてたの、うんうんうん、あんまりこう連絡取ってくれなかったりとか、なんかロシアに帰ってもお父さんと会う日を決めてもその来なかったりとか、その日に、ですごい拒絶されてて、なんかまあずっと悲しかったの。なんかまあ実のお父さんになんか嫌がられ嫌われてるのかなみたいな、やっぱ感情になったし、でも最近連絡取れるようになって、やっぱちょっと気まずい気持ちだったのかなとか、ずっと連絡取れてなかったのがなんか申し訳なかったのかなって。違うよ、お金請求されると思ったから。なんでやねんこんなもう二十何三週にもなってさ、金請求してくる。ロシアの男はね、ロシアの女にちょっと警戒してんねん、金請求してくるんちゃうかって。そういうこと、そういうことやね。うちのパパ違うもんうちのパパは違うもん。まあでもそういうのを見えてなんかちょっとそれも感動したっていうか、 なんか自分と重なったっていうか。でも何で泣いた？いやもうどこで泣いた？やっぱりあのワンコのあの演技がやばいよね、走ってる姿だったりとか。ワンコの走ってる姿を見て泣いたの、うん、変なとこで泣くな。なんでやね俺はな、あれやねんな、空港の人が反逆するところ。反逆？なんて言ったらいいんやろ、みんな権力によってこうネタバレになっちゃったらあれやから言いづらいねんけど、権力によってみんなこれは正しくないことをしてるなって思いながらも、その権力に逆らわずに従うシーンがあるのよ。あー確かに。ただとうとうみんな、いやもう権力には従わないみたいな感じで心に従うところがあるのね。でみんなが一丸となって権力に逆らって心に従うシーンがあるんだけども、それがね、なんかね、なんかソ連の歴史とかも込みでフィットする、なんかソ連の歴史もそんなところがあったなっていうのを彷彿とさせるよう なんか意外とね深いシーンで、なんかそこにすごい感動した。やっぱ権力って怖いわ、でも心の方が強い。言ってんねん。なんでやって言わせればいいことあとさ、めっちゃパルマパルマ言うやん、犬の名前がパルマやから、パルマパルマパルマ、俺ちょっと思い出した。
全土で初週第1位ハチとパルマの物語、ついに日本上陸。みんな見てね。あとこの動画に見た感想を書いてね。書いてねー。